これはですね、10億回再生されてます。うわお、10億回すごいですね。すごいですよ。えほら、積極的。何こんな積極性あるの。いやナマステイナマステイメラナン MC ケロリンヘイジャパニーラッパーフン。ナマステイメラナンスーヘイ。イエーイ。ナマステイメラナンおにぎりヘイ。イエーイ。 Today we are going to watch the first music video. First day. First day. First day.これはですね、10億回再生されてます。わお、わお、10億回すごいですね。すごいですよ。2019年、世界でですよ、最もいいねボタンを押された曲の一つ。え、すごいね。あ、マジ？それはすごいね。聞いたことあるかな？ない。え、ワンチャンあるんじゃない？日本で耳にしててもおかしくない。おかしくない。 YouTube でだったらラブソングです。わ、大好き。ラブソング、ラブソング大好き。見ていきましょう。32、1。えい。あ、バラード系、ラブバラードだね。スプリングフェス、カレッジって出てましたね。これウドだよね。はい、いい車乗ってるな。かっこいいな。学生なのに、うん、かっこいいね、普通にあの帽子かぶってる。かっこいい。みんなから人気の男の子に恋しちゃってるんだけど。あほら、積極的。何こんな積極性あるの。この人の時別の別の、え、なんか別れてるっぽくない。男と別れたから私帰る。そういう感じか。振られた。おっ、怒ってる怒ってる。落とせなくて怒ってる。ボイスメモ、ボイスレコーダーしてるの。プロム的な感じかな。ずっと録音してる。届いたんだ、思いが。
ったじゃん。元から見ると面白い。受精。イエーイ。あ、優勝した。見てくれ。ああ。新しい声でございました。携帯が、キーワードつなぎ、キーワードこの物語のキーワードで、ね、めちゃくちゃ現代っぽい、ねね、どうでした？キュンキュン、胸キュン的な、でもラブストーリーの意味わかんないから、ね、想像しながらなんか振られたく振り返られてないとか言ってたけど、正しいのかどうか歌の歌詞的なさ、ね、そうそうそう、ボーカルがだって男性と女性が、うん、いたから、うん、どういう物語なのか知りたい、知りたい、歌詞を見てみましょう。見れます。事前に翻訳までしてる。キロリン、進めキロリン。見ますよ。これはですね、読んでください。あの、いや、読んでください。僕、あの、英語の部分読むんで、こっち読んでください。こっちが翻訳です。I shall give my life for you and shall gladly lose my face for you. I would alter what's written our fate. これはね、これはね、好きですね、彼はね、彼女は好きすぎますね。あのさ、PV だと、うん、携帯の声に恋してるない、うん、おー、そうだよね、元彼に振られてダメになって、メインはあのオーディションの女の子が、うん、さっきの彼に振られたのか何なのか、うん、そう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 、でも、うん、あなたのことが好きです、好きです、なんかさ、振られて元彼に対して言ってんの、それか電話の声の主の人に、電話の企業だ、あれが、そう、あれが多分今彼の方が歌って曲作ってたじゃん、私あの音なの、その声の人に、え、それってそれ URL 翻訳すると出てくるの、そう、あのサイトごと、すごい、さすが Google、 そう、なんか携帯の声に恋して、ただその声の人がいたみたいな、あれか、もともとイケメン、車に乗ったイケメンはずっとなんかイケメン口をしたんですよ、そう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 、それをその元カノと別れて、元カノが窓から携帯投げた、その声で彼女がそのメモを拾って、その声に恋をした、そうあなたのなければダメだ、一緒にあのオーディションに出ましょうっていうアプローチだ、そう、そしたらそのオーディション会場になぜかいたと、死んでるんですよね、縁に帰ったような、なるほどね、現代的よな、うん、だな、ボイスメッセージに恋してその相手だってことでしょ、声に恋した、うわー、そういうことだから、会う前にもなんか恋愛関係になってる、なあ、今時だね、イケボだね、なるほど、イケボこの前、この前スーさんに恋がやっぱり重要だな、世界共通なんだね、なるほど、イケボでもあんなイケメン出てくるとか嫌いなるほどね、これで10億回再生されてる、うん、すごくね、作り込まれてる、ね、本当にすごい最先端のサウンド、普通にインドっぽくなかった、うん、うん、俺のなんとなくこうイメージしてたインドのミュージックビューって、そのもっと踊り的なイメージがあったんだけど、これはもう本当に現代のそういうストーリー性のあるミュージックビデオ、うん、ザ・ミュージックビデオ、うん、だってね、いいコメントそう、日本人が見てもすごく分かりやすい、うん、共感できますね、全く同じ、ストーリー性がある、 K-POP のさ、美しい踊りのさ、うん、イメージだったじゃん、日本って、そういう感じのノリノリのやつかなと思って、うん、違くて日本の方の PV に寄ってるのとか、うん、なんかストーリー性が多いっていうね、なんかもっとインド舞踊が出てくるかなって、そうそのさっき言ってたその前の動画で言ってた、うん、シバシンやっぱり踊りのね、すごい確かに進行してるっていうの、全然バラードでびっくりした、うん、いいバラードでした、はい、でもこういう恋愛してる人っているのやっぱさ、だからさ歌詞になるんじゃないの、意外と等身大な歌詞なのかもね、歌詞で今さ、ね、コロナ禍でさ、やっぱりその SNS が結構、うんうん、いっぱい使われてるじゃん、うん、コミュニケーションツールとしてもメインになってきてるじゃん、会えないから声が聞いたことないけどこの人ならみたいな感じで、確かに恋愛してる若者とかいるんじゃないかい、確かに、うん、その恋愛経
ケイティ、私にそういうことしたことありますって。ごめんください。いや、知りたい。知りたい。インドの恋愛事情。そう。ちなみに、Tinder、世界で一番ユーザーのインドです。わお。共にインド人。やってた。そう。やってる人いた。なんでって。世界一のユーザー数です。あ、そうなんだ。そうなんだ。やっぱ SNS を使って出会うっていうのが、うん、インドでは結構スタンダードになりつつある。なりつつあると思いますね。時代は変わってますね。結構変わってます。マッチングアプリとかも普及してんだろうね。うん、なんだろうね。やっぱ IT の国なんですよ。うん、マッチングアプリ使ったことありますか？ちょっと教えてください。マッチングしましょう。マッチング。あの、おにぎりくんマッチングしたいんですから。待ってます。待ってます。私はあの主人公のイケメン君みたいな感じで待ってますあの超イケメンの声の声にしか、はい、あなたのあのマッチングアプリの URL を送ってくださいはいということで今回もこの動画を見てくれてありがとうございました。いいと思ったらチャンネル登録してください。あとコメントください。どうもありがとうございました。ダニヤマーダニヤマーリミレンゲーリミレンゲー。いい男かも。まれヒップホップ育ち悪そうなやつは大体友達。そんな10代送ってないから俺のリアルを歌うよ。俺は岐阜県生まれインターネット育ち。カボスやってる大体友達。掲示板好きも大体同じ。いろんなスレ荒らし